暇をしてお疲れ様です。お、輝く月光が、これは当てるかな。今日皆さんこんにちは。今日はバトルリージョンをアンボックス開封したいと思います。はい、アルセウスで出てくる御三家の最終進化、ジュナイパー、爆風大元気、はい、他にもね、アヤシシ様とかガチグマとかバサギでもいるのかな、なんかその辺のカードも当たってくれたらなと思ってます。今回は1パック6枚入りが20パック入ってます。 SR 枠は羊が多い、羊じゃないSR 枠はツツジが大当たり枠です。必ず2枚キラカードです。それでは開封していきたいと思います。バック目、ルージュラ、ひともし、謎のさ、ローズレイド、ドサイドン、お、サンデ、あ、ミロ、ミラーノ、ニャルマ、モンスターボール、臭い花、ポチエナ、え、サイドン、が、翡翠ハリーセン、お、バッ、翡翠爆風雲。で、サイドのミラー。あ、爆風超タイプじゃん。はい、出ました。ガラルゴ三家の一体。翡翠爆風雲 V。三パック目。ミツハニー。ミツハニー。ヒルリア。お、ツツジ。これね、サルゴシ。ドリュ。マニューラ、ムーマージ、エルレイド、お、シーチャル、シャンデラ、シーチャルはワンボックスの問題が入ってる。はい、シャンデラのシーチャルが出ました。ホウホウ、ロゼリア、ロゼリア、ひともし、コトブキ村、バサギリ、おう、バサギ、お、おい、イダイド、翡翠、翡翠の姿のイダイド、ライドポケモン、イダイド、シマキング、バサギリ、コインを2回投げ、すべてを持ってなら相手のバトルポケモンを拒絶させる、ウリム、サイホーン、ジョルノズク、シーランス、お、ビリジオン。今回この子たちもいるのかな、今回のパックには。おい、ヘラクロス。さあ、SR 何なのかめっちゃ楽しみ。で、せめて、翡翠の爆風の V スターは来てほしい。はい、出ました。ビリジオン V。このポケモンがいる限り、草はエネルギーがついている。自分のポケモン全員は特殊状態にならず、受けている特殊状態は全て回復する。サイドム、イノ、ウリム、イノム、カバルドン、コトブキ村、ジュナイパー V、 ハリーセン、ビシーハリーセン、ロゼリア、ホーホー、ムーマ、グラエナ、アブソル、ナマズ、臭い花、ビシーハリーセン、ビシーバスラオ、ブニャット、おー、翡翠ジュナイパー V スター違います、ラルトス、翡翠ジュナイパー V スター。今回読みます。サマーソウルとフェザー160プラス、望むなら自分の手札からエネルギーを3枚までトラッシュし、その枚数かける30ダメージ追加。フーンスター、自分の番に使える、自分の手札が8枚になるように山札を引く。いや、俺は個人的には大人気が良かったね。まあ、パートナー、うん。一番下だったら目黒がいいけど、一番上だったら大人気。一番上が変わってるなんて分かんなかった。サイホーン。脅しし。お、電木さん。あ、ツツジかな？電木さんだと。ナマズン。え、電木さんじゃない？ほら。電木さんの SR
こっちへな。なんで電ボクさんなの？ SR 枠は電ボクさんでした。で、同じパックから電ボクさんのノーマルカードが出てます。シカコ誰？シシコピボボダス、ビークイーン、ビークイーン、甘い三つ、あ、甘い三つ、ミルタンク、ビークイーン、ビークイーンパック、ランプラ、ほうほう、スマホした、お疲れ様です。ぼにゃっと、もう帰りし、ほうほう、同じパックからまた出ました。3連続です。電ボクの SR 当てたら電ボクの通常バージョンも出る。ビークインのミラー当てたら通常バージョンのビークインも来る。で、この方法もミラーの方法当てたら普通の方法も来た。ウリム、謎の草、ヒルリア、ガバルドン、おう、大元気、お三家揃った。ロズレイ、お、大人気、このイラストめっちゃかっこいい。翡翠の大人気、相手の場のポケモンについている、ポケモンの道具を2枚まで選び倒しする。脅しし、謎の草、後出しターボ、ロズレイド、おっぱさぎ、バッテゴトはマンムー、え、イノムーなのこれ、イノムーの村、ポチェナ、ラルトス、ウリム、マンム、お、アヤシシ、おー、ヘルガ、ポチェ、え、グラエナ、シーチャールの2枚目はポチェナ、グラエナさんです。はい、ライドポケモン、アヤシ、急ぎ足、自分の番に1回使える自分の山札を1枚引く、ストライク、よっしゃ、ヤルマ、キャンセルロボ、キャンセルロボじゃない、キャンセルコロン、お、イライト、お、ケルディ、お、謎の草、ムーマ、ミツアニ、ムーマジ、はい、グライナ、お、うわぁ、カスミいない、スターミー、お、ストライクのミラー、スターミー V、 サイトン、ランプラ、ヘラクロス、ドサイド、うん、お、輝く月光が、これは当たりかな。はい、で、シワボシライト強いんだ。今夜に買いなぎ表の勝つ分まで自分のトラッシュから好きなカードを選び、相手に見せて好きな順番に入れて入れ替えて山札の上に戻す。一デッキに一枚しか入れられない特殊なカード。まあ、全 GX 時代でいうプリズムのカード。輝くシリーズの月光が当たりました。自分の番に、自分の手札からエネルギーを一枚トラッシュするなら一回使える自分の山札を2枚引く。だから島星で2個入れ替えて、好きな順番にだから上に2枚置いて、隠し札でエネルギー一枚トラッシュして2枚ドローで好きなカード。で、また島星使って、飲む。翡翠ハリー戦、謎の草。キャンセルコロン。ラフレシア。ガラル。ん？あ、翡翠ハリー戦。ハリーマン？ハリーマン？翡翠ハリーマン？なんかさっきハリー戦って読んでたね。ハリーマン出てたけど。ラルトス。サイフォーン、ヘラクロス、ギーラン、よし来た、マクフェムイスター、キャセルコロン、キョエー、相手のバトルポケモンに乗っているダメ感が4個ならそのポケモンを傷つける。翡翠バクフームイスターが出ました。ラスト1パック、え、あ、初めて出た、ドジョッチ、ムーマ、お、ストライク、いいね、
夜の図スクール。よし、さあこの後。はい、CHR お坊さんいるね。広報の CHR、 お師匠さんがいる。それでは結果をまとめていきます。せーの。今回の結果は、V が翡翠ジュナイパー V、 翡翠爆風 V、 翡翠大延期 V、 スターミー V、 イリジオン V の5枚です。で、 V スター枠が翡翠ジュナイパー V スター、翡翠爆風 V スターでした。で、 CHR が広報グラエナシャンデラでした。で、輝く系の枠は輝く月光がでした。で、サール枠は電木さんでした。で、今回新しく輝くポケモンとかも入れられるので、まあさらにデッキをね、強化したりして、また対戦したりしなかったりしていきたいと思います。でね、今回嬉しかったのが V スターのこの2枚が V もちゃんと出てる。 V と V スターセットで出てるんです。なのでデッキが作りやすい。まあ SR がちょっと残念でしたけど、 VV スター輝く系が結構ね良かったので、まあ普通のボックスだったんじゃないかなと思ってます。今日はバトルリージョンワンボックス開封しました。今回発売後の日曜日に行ったんですけど、結構ね残ってたので、皆さんも買いやすいと思います。見つけたら買ってみてください。それでは、ゲンダと最後にじゃんけんいくよー。最初はグー。じゃんけんぽい。みんな僕に勝ったかな？また次の動画も楽しんでね。バイバイ。また見てねー。